この城もらい受けよう。本願寺と講和でき、肝付きのお城も残り一つになりました。残りの戦争しているお家が、肝付きと阿蘇家になりましたが、互いに、残りお城一つなので、戦争を続行させてもらいます。阿蘇さんは、残り強行59日、最後のお城は、交渉が出ないので、2月までかかりますね。肝付きも野戦に出てきてくれたので、助かりますね。おのふの役目よ。2月中に落とせれば、肝付きさん攻略はできますね。強行投下ですか？これは、もらったも同然ですね。ここで、左上の部隊が、兵数163、右が300で兵数が少ないので、通常攻撃に切り替えます。この城、もらい受け！肝付きさんを落としました。武将は9人おいしいです。姫武将もいますし。姫武将って、このロリコン名。ま、13歳ですから、そう言われるかもしれませんが、大内さんはいつ跡取りがいなくなるかわかりませんので、正室、側室は用意しておくことにしておくんですよ。伊達さんもハッスルしてますね。東には行きたくないですね。商いを始めましょう。報告いたします。先月の収支です。龍造寺さんとの親善が同盟のできる80をクリアしているので同盟を結んでみます。かしこまりました。この辺で色の色彩が変になっているんですが、多分グラフィックボードのドライバーの関係だと思います。一応ドライバー更新してみたので、次録画する時からは治るとは思います。報告いたします。あ、元近さん、まだ元服していなかったんですね。元近さんは四国の中で最強の武将だと思うので、元服は嬉しいです。多分ですが、大使 PK の中で一番強い志を所持し、豊作図も最強を所持していると思います。武将が増えたので、お手紙を配布しておきます。結構お手紙配布の放置していたんですね。お手紙も、すぐに配布するのって意外と面倒くさいですからね。あとは、今回に限っては、裏切られても、すぐに壊滅させれるので、放置していた感じになります。この志、必ずや果たしてみせようぞ。取引を行いましょう。ありがとうございました。とりあえず、大内義隆も48歳なので、史実では、とっくに死んでいるはずなので、いつ死ぬかもわかりませんし、大内忠市長も、血縁丸になっていないので、後取り用に、結婚しておきます。14歳、やっぱり、ロリコンじゃないですか。若ければ、この先長く大名として使えますからね。明かりんごと大きは勝ち、少なきは負ける。戦の極意。わけにはいかぬ。阿蘇家も滅ぼすことができました。今回の包囲網はこれで終結した感じですね。龍造寺さんと同盟が結べました。12ヶ月は安心ですね。山名さん、またハッスル戦争ですね。いい感じです。手を貸してやろう。小城での一騎、許容範囲内です。報告いたします。取引を行いましょう。
商いを始めましょう。報告いたします。取引を行いましょう。ありがとうございました。では、講和から半年経過している場所もあるので戦争を仕掛けていきます。まずは九州を制圧を先にやっておきたいですね。こうなったら容赦はせぬぞ。助太刀に参ったぞ。九州を制圧してしまえば九州自体歩兵を減らすこともできますので、それと三好を攻めておきます。本門の名手をやった三好は許せませんので。容赦はせぬぞ。助太刀に参ったぞ。では、相良家は兵数6100なので6100以上持っていけば勝てますね。上限1万なので上限に合わせます。出陣するぞ。三好伊勢の出兵します。準拳場を立てたので兵数上限で有利に当たれるようになりました。これに国衆を打ち込めば勝利はほぼ確定で勝てますね。あ、国衆打ち込むに大名が足りない。志果たさずして賞は終えられぬな。三好に国衆を打ち込まれました。このまま当たるとまずいですね。一旦止めて待機させ、確か3月末で領土があるはずなので、その後国衆を撃ちます。我に続け。待機する。報告いたします。先月の収支です。これより表情を行う。表情ありました。これで三好に勝てます。これにて表情を終える。今回は表情をカットしていたのでこんな感じの方策図になっています。基本的にいつもこんな感じに進めています。基本的に兵糧源をメインに取り進め、商量は2個毎月進めれるようにしています。方策図見るといつも思うんですが、本当にひどすぎますよね。本当は悪路走破も取りたいんですけどね。ゲチ。そこじゃないです。取ってる方策図が少なすぎます。あ、他の大手配信者と違うってこと言いたいのかな。確かに最大手の方とは違いますが、方策図は必要に応じて取っていけばいいと思うのと、中堅くらいの人とはそれほど進捗状況は変わっていないと思いますよ。多少少ないかもですが、ちょうどこの時点で3年経過なので、そこを考えれば進捗している方だとは思います。必ずや果たしてみせようと。取引を行いましょう。ざまあ。では、先ほどストップさせていた三好とぶつける部隊を動かします。あと今回は九州から占領しているので兵糧はなくならないと思います。相良さんがしっかり出てきたので相良さんは即落とせますね。これぞ我が部、我が力よ。三好との戦闘を確認します。一番重要な一戦になります。我らが力、大勝利ですね。2400で2万の兵を倒せました。相良さんは強行54日、時間はかかりますが待つしかないです。包囲で54日、ここでもう一発ミヨシーがぶつかってきてくれるといいですけど、どうでしょうか。では、相良さんも時間がかかるので、その間に島津も一緒に叩くにしておきます。容赦はせぬぞ。助太刀するぜ。
戦場は守り上げですが、こちらは兵の上限まで出せる、島津は上限まで出せないので島津にぶつけていきます。使いの者が来たようです。相良さん、従属してくれるんですね。お受けしますよ。参る。島津に攻め込みたいですが、兵数が足りないので一時待機をさせ、内城で戦闘終了後に出兵させるように待機しておきます。皆の者、我に続け。島津さんの国衆、こちらも国衆を売っているので大丈夫ですね。秋月さんも取り入れます。今回は砲術じゃなくて国衆ちゃんと使ったんですね。あ、はい、さすがにコメントで指摘されるとは思ってなかったです。ちゃんと注意してみてますので気がつきますよ。報告いたします。先月の収支ですね。コメント見てびっくりしちゃいました。取引を行いましょう。ありがとうございました。